一応、生活雑貨を全般に扱っているんですけれども、本当にインテリア雑貨だったりとか、布物、ファブリックの商品だったり、あとはキッチン雑貨、ステーショナリーなど、ライフスタイルに関わるもの全般取り扱っております。石巻っていうのはどうしてもちょっと、地元が私近いっていう部分もあったので、頭の中にはずっと気になっていたんですね。昔からよく来ていた場所ではあったので、でそれで石巻の方にお店を出したいっていう、私もそうですし会社の方でもそうだったんですけども、そういう思いもありまして、で本当に微力ながらも何かこう復興の力に携わることができればっていう思いがあったので、その件があってちょっとお店の方をオープンさせていただくような形にはなったんですけども、はい。実際そのやっぱり思っていたよりお客様っていうのは何でしょう、こうもちろんすごく被災された方もいっぱいいらっしゃいますし、ただ明るく元気で逆にこうパワーをもらうっていう部分もすごくたくさんあるので、例えばちょっとクリスマスの時期に、仮設住宅にちょっとツリーを飾ろうかなっていうふうに言ってこう小さなツリーとか選んでいかれたりとか、そういったこととかをお話の中ではやっぱり日常としては感じる場面がすごくあるので、逆にそういった方々にちょっと雑貨を通してそういう生活の中に楽しみだったりとか、そういったものをプラスできればいいなというふうな思いでは、はい、やっておりました。はい。震災の後に、とにかくその生活に必要なものをという形で皆さん揃えていらっしゃったと思うんですけれども、そういった部分もちょっと一通り揃って少し心にゆとりが出てきたところなのかなっていうところで、遊び心がある雑貨だったりとか、ちょっとその自分の時間を充実させる雑貨だったりとかっていう部分で何か面白いものがないかなとか、ちょっとそういった時にフラッとお店の方に来ていただければいいなというふうに思っております。で今後はそのちょっとギフト商品なども強めていく予定ではあるんですけれども、やっぱりその、もちろんその自分用に楽しくなるもの、ちょっと生活が潤うものだったりとかっていう部分と、あとはその誰かにあげるっていう部分で、そういったこうちょっと笑顔というか、そういうものがちょっと広がっていけばいいなっていうふうな思いでやっておりますので、ぜひ近くにお越しの際には遊びに来ていただければいいなと思います。よろしくお願いします。